はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、新春強化祭りとか、なんか名前が正式名称よくわかんないけど、強化街道高校、今回は投手でやっていきます。例によって天才の確定会ですね、初回になりますので、ちょっと予習とかはまたよくわかんないです。街道高校も忘れちゃったよっていうところですね。で、死にたくないんでとりあえずうなごろくんを連れてきてます。海道高校に関してはね、合宿の時の練習試合で負けるとそのままもう終わりになってしまいますので、五郎くんを入れてれば、それが回避できるということで、うなごろくん連れてきてます。うなごろくんからはジャイロフォークを取りに行く予定です。まあ不確定なんでちょっと分かんないですけれども。で、あとは強化海道高校って得意練習が、全員2種類になりますので、基本的には練習性能の高いキャラを連れてくるといいと思います。で、もともと得意練習2種類持ちの選手に関しては特に何にも変わらないので、まあ、できればね1種類持ちの選手の方が単品の練習性能は高いんですけれども、まあ、それを踏まえてもやっぱりオクタビアは、スタミナ上限アップがついてるし、虹谷は虹谷で普通に強いんで、まあ、この2人を連れてきてます。で、あと欠田坂くん PSR プラゴになって初使用なんですけれども、レベル50になりますとタックがね、60%、まあ、通常のね固有抜かすと、35のタック60からタック80にね上がりますんで、まあ、欠田坂くんもかなり、強いと思います。と、あと3タッチですね。サンタチも、まあ、ボーナスはね変化球ボーナスとかなんですけれども、練習効果アップ30がついてるし、まあ、得意練習率アップもついてるんで、まあ、活躍はしてくれるかなというところです。と、あとコントロール上限アップも狙いたいのでツノちゃんを連れてきてます。まあ、ここはねデートとかするとブレイクスルーのポイントがかなり下がっちゃうんで、ちょっと彼女キャラの使いどころは難しいんですけれども、まあ、一応今回連れてきてますということです。あとは2種類目の練習は完全にランダムになるんで、そこが何になるかというところですね。うなごろくんはコントロールか、神楽坂くんはスタミナ、タッチは守備。うん、まあいいや。で、どうしていけばいいんだ。最初は別にって感じか。監督強化上げてこい。一応名前すら覚えられてない。で、うなごろくんは金得というか、まあ、2回目を通過すれば多分3回目はもう絶対取得できるパターンなので、1回目が起こったらもうどん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 球速を上げていった方がいいんじゃないかなと思います。2回目っていうところがね、判定が早めに来ちゃう可能性があるんで、そこがなかなか厳しい。で、例によってブレイクスっていつから始まるんだっけ。またわからん。西谷とりあえずコツくれや。お前は豚骨をください。くれない。で、前指と後指のバランスは一応半分半分で来てます。急速6上がるんだ。ここはツノちゃん体力回復してくれるよね。で、ツノちゃんの評価もちょっと気にしていかなきゃいけないんだっけ。3回練習をすると上がるんだっけ。なんかもう本当にわからんわ。で、コーチはあれ、もう始まる。あ、もう始まるね。9月の1週で始まるのか。なんかのごろうくんに入れてると始まる時期とかずれなかったっけ。3回練習はちょっと狙っていきましょう。で、3回練習の最初ってなんか阿久津の逆襲みたいなのが来た気がするんで、まあ、変化球を覚えておこうかなと思ったけど、そもそもカーブ持ってるのか。2にしておこう。で、この体力量はちょっと厳しいよね。で、神楽坂くん勝ち運リリース、あ、これかな、潰しておかなきゃいけないやつ。リリースと勝ち運いけるね。ちょっとここは神楽坂くん狙いでいきましょう。基本的に体力マックスになってないと3回練習結構厳しいんだよね。まあ、途中ででかい回復を挟んでくれたりするといいんだけど、こうやってね体力も減ったりもするんで、メンタル、これは虹谷なんでやっておきましょう。マジでさ、こいつコツくんないときってほんとくんないよね。で、神楽坂くんがいるんで、ここはストレート。うん、
まあ喧嘩は早々に起こってくれていいや。ではではでは、ちょっとここは寝とくか。3回練習を狙わないとちょっとつもちゃんの評価が厳しいよね。これ貸してもらおう。ちょっと評価上げも兼ねて、ここでちょっとでもねつもちゃん評価上がってくれればよかったんだけど、神楽坂くんコツも来てるのでやっておきましょう。奪三振はね神楽坂くんからも取れるんで、あとキレもね虹谷と神楽坂くん両方かぶってるんで、でつもちゃんと練習しておけば体力の減り少なくなるっけ。あ、これはお疲れしよう、体力回復してくれるんで、よし、これはもうちょっと目もくれずとか言いつつ見るんだけど、うわ3回練習やろう。で次3回目なんで、うわこれ結構でかいな、でかいけどちょっと済ませておきたい。カーブを3にしておく。これであれ勝負するのは市原じゃなくて誰だっけ、薬師寺とかだっけ。逆襲の市原、行くぜ。こいつな、あ怖い、ゲッ、ひでえ、ファウルかと思ったのに。これ負けとどうなんだよ。つもちゃんの評価は上がったけど金徳は取れなかったね。復活取れるんだよね確か。 17% の虹谷か。虹谷はもうコツのためにやりたいんだよな。コツのためにやりたいけど、いいや、ブレイクスルーゲージを見つつ精神で回復していきましょう。神楽坂くん1回目強化する。で次たまるね。野五郎くんのコツ、でもう打っちゃうっていうか、もう11月か。つもちゃんちょっとやばいな。で成功、しかもかなり使った。あ、これもうやっちゃおう。ちょっとやっちゃって3回目は無理だけど、まあ、3タックくらい来るといいよね。キレ OK で、これはもう絶対無理、死ぬから。もう1回くらいちょっとやんないと無理かな。あ、回復した、よし。でつもちゃんどうなってる。ノルは乗ったか。じゃあまた3回狙っていく。3回狙いつつ、いいタックが来たらいいタックをやる、そういう流れでいいのかな。回復はしてくれた、とりあえず回復してくれた。ちょ見る、まあ別にこっちだな。一応見る、別にちょっと高いね、まあいいや。3回爆弾眉村、なんだこれ、何がいいんだ、電子メニューでいいや。急速が上がった、やったぜ、モテモテになりたい。よし、モテモテにはなった。でこれは切ろう。でどうしようかな。ブレイクスルーちょっと4分の1くらい溜まってるからな。急速少し上げとこう、140まで上げといて。あー間違えた、デートしようと思ったんだけど通院しちゃったよ。やってしまった、走ろう。いやここでデートして体力を回復させて勝つっていうのをやりたかったんだけど、それができなかった。しかもつのちゃん間に合ってねえし、まあ、いやデートまとめてやるか。
で、ここは真ん中で、これで打たれ強さ掴んじゃう、完全に。で、初詣に行って体力を回復させる。そして、まあ、3回練習といいタックが来るのを待つと。2回は練習できるでしょう。で、そうだね、ちょっとジャイロフォーク欲しいんで、3球種をもうここの段階で取っておく。で、ちょっと 何するって言ってたっけ。スタミナオクタビアで上げときたいんだよな。どっちがいいんだろうな。スタミナ上限を狙いたいからね。15% あんのか。それでも怪我しにくさとかさ、取るとどんくらい差なの。ちょっとやってみよう。いやでもさすがにあれだな、まだ早いな。144は欲しい、急速。いや15やろ。休もう。まあ、モテモテにはならなくてもいいのか。スタミナオクタビア、ちょっとスタミナを上げてる余裕がない。だってね、シュートもう一個上げとこう。上げられるから。これブレイクスルーやるとどうなんだ。まあいいや、なんかもうやれるときにやっておくっていうのもありかもしんないけど、いやでもいいのが来るかもしんない。変化球6なのここね。スタミナ3回狙おう。スタミナが1しか上がらない。オークタビア、これなんかどっちでもいい気がするんだけど、まあ いやタコについて聞いて、ペット手応え、なるほど。あー、これはでかいね。 5% か。大丈夫、いける。ブレイクスルー使おう。これはだってこれでいいでしょう、どう考えても。変化球も溢れることないし、やっぱ3択くるとでかいよね。で、バレンタインはね別にくれるんで、彼女じゃなくても。で、1回やって、まあ、2回やるけど溢れるから、変化球をさばいておくか。どうする、4球種目も覚えちゃう。スクリュー覚えると、ちなみに5球種目って、まあ、覚えようとすると500ポイント使うんだね。まあこれでいくか。じゃ3ずつに揃えておこう。スクリューがいける、よし。で、変化球をやって、筋力が足りなそう。ちなみに敏捷ポイントも足りてないっていうか、これ無理だな、死んでしまう普通に。休もう。合宿中に1回くらい行けるかな、無理かな。あー、どうしよう、これやろっかな。1回ちょっと敏捷稼ぐためにやります。敏捷3回の練習はさすがにやりたくないんで、ここで敏捷ポイントを取っておく。フィニッシュ、大文字焼き。あれ、これってさ、全部成功すると金徳取れるとか、そのアプリと同じなんだっけ。なんかわかんねえや。急速が足りてないから、ちょっとやる。スカウト3、一応144は出るからね。てかスカウト来ねえし。いやー、 20% とか無理でしょう。メンタルやっとこう。パワーアップしたい、お願いします。なんかあんまり進化上がった。やった、コントロールとスタミナ上げてなかったけど、てかここでなってさ、合宿場だったけどさっきさ街だったよね。お前いつ抜け出したんだよ。変化球来てくれるね。さすがに特練習率アップついてると本当に来るわ。伝染する同士、これもなんか任せとこう。あんまり無理なことはしたくない。
でブレイクスルー打てるけど、ここはスタミナ、神楽坂くんか。スタミナが直上げはつくんだっけ、なんかちょっとついたような気もするし、虹谷がコツくんねえから全然上げらんねえんだけど、コントロールを。変化球ばっか上がってくな。いや、ちょっとスタミナ欲しいんで、スタミナやっていこう。筋力欲しいからね。あ、9上がる、めちゃくちゃ上がるわ。いいかもね。あ、スタミナいける。今度誰、イッチーか。イッチーも上げてくれるでしょ、地下で6。いや、上げてくれる上げてくれる、いいわいいわ。でこの体力量だったらちょっと最後ブレイクスルー使っちゃいたいよね。スタミナはもう十分上がったから、また変化球練習もしとくか。で、そうするとシュートが今2なのか。はい。で、スライダーも4にできるね。いや、これマジでジャイロフォーク成功したいですね。てかさ、つのちゃんのさ、告白はどうなってんの、まあ、さっきまで合宿場にいたからしょうがないんだけど、てか3人来るな。本当に3人来るな。いや、もう無理だよ、もう無理、さすがにもう無理。で、あとは変化球ポイントが溢れないようにちょっとずつ上げていくと。フォーク587か。いやー、ちょっと精神で精神稼ぎながら回復していくか。招き猫がないからね、やっぱりそこが厳しいんだよね。これどうする、縛り取る、ちょっと譲ってみよう。金縛りを取らなきゃいけないってわけではないからね。球速安定か、メンタルがいける。藤野くんで、ようやく告白で、これは回復してくれるから。あ、そういえばコントロールそこそこ上がってるよね。2だけ上げてくれるけど、まあ、それでも C まで持ってってたから、それはそれでよし。で、また練習を見つつスタミナ上げたい。ダブルか、虹谷のコツとオクタビアどっちがいいんだろうな。筋力が欲しいんだよね、筋力が。いや、コツプラスこれはでかいからな。ちょっとオクタビアの勝ち運だけ潰しておこうと思ったけど、神楽坂くんでそもそも勝ち運潰れてるんだった。あれ、キレだよね。あと、じゃあ、あ、打たれ強さももう取っとくって言ってたんだよな、神楽坂くんので今日の切れ味を取っちゃおう。よし、できれば虹谷からコツをもらいたい。オクタビアかで、あ、コツがある、のぼろうくん。のぼろうくんはコツをくれないけど、まあ、一応3回練習を狙うということでやっていきましょう。奪三振くれた、超珍しい。しかも奪三振はマジで欲しいからな。お任せします。まあ、まだ大丈夫か。ちょっと精神が足りてないね。スタミナはやっぱりもう直上げしていくしかない。スタミナに精神を割いてらんないからな。コントロールを上げなきゃいけない関係上、俺なんか先発にするから初回で 2点取られるんだよ。判断を誤ったな、監督よ。そして野五郎くん、君は見る目がなかった。で、メンタルがあるけど3回目練習がいけるんで、ちょっとここブレイクスルーを使うのはもったいないか。5だから、でもデートもしたいんだよな。いや、ここはちょっと、いや、3回目練習 5% 普通にやって、もうデートしちゃおう。これは勝手に終わるんです。とりあえず勝った。うお、ここでか。ちょっと間に合わなそうだな。で、ここでブレイクスルーやればいいんだよ。ここはオクタビアがいる、スタミナの神楽坂くんもいる。これちょっとスタミナ上げよう、がっつり上げよう。
球速っていうかノゴロウくんがさ、イベントまだ終わんなくね。いやイベント消化できねえわこれ。いくつ上がる？7。いいね。一応見る。うわスタミナ1か。ただしデートを進めなきゃいけないので、こっからがっつりデートをやっていこう。でデートをするとブレイクスルーゲージが減る関係上、ちょっとクマなく観察する。でスタミナは見ておく。うわ虹谷コツ欲しい。いやコツ欲しいんだけどな。どうするよ。一回だけやるか。やっぱコツはでかいからね。奪三振潰してくるの忘れてた。マジゴミカスだな。オクタビアもまだか。これは断ろう。体力がないけどちょっとイベントが進まなそう。152にしておく。で変化球少し上げておくか。カーブでそこからもうほんとデートで、こっから先マジデートで。やっぱりさ、その2つ持ち込むのってさ厳しいよね。招き猫がないとちょっとやってらんねえもん。いやもうここデートで、もうずっとデートだよ。デートを完走させておきたい。さっきの2次体の奪三振はマジでしくるな。いやーいいよ、もう神楽坂くんのイベントとかは。ノゴロウくんのイベント進んでほしかったけど、さて先発。まあでもここはもう普通に打っていくからね。はいちゃっかりいきましょう。投げられるやつ、いやコントロールポンコツが来ないよな。金徳とかどうしたんだっけ今んとこ。ドクター K 取るか。じゃあ球速も安定させておこう。手応えも掴んでおこう。 OK。 やっぱりイベントが完走できないっていうのがもう相当痛いよね。こんなのどうでもいいし。でちょっとじゃあ練習は見ますか。オクタビアもういらない、もうちょっといらない。あー急速ね。ノゴロくんやっぱ筋力は稼げるな。どうするか、筋力に行くか変化球に行くか。もう変化球いいや、だいぶあるから。あとは自然に。よしとりあえず着替えてきてください。タッチが OK。 いやノゴロくんが全くだな。144ちょっと無理。体力を回復させつつ最終デートをしましょう。つのちゃん切っといた方が良かったかどうかあれだけど、切ったとしても1回減るだけだからね。オクタビアもだから終わんないし。いやもうこれ絶対終わんないよ。次オクタビアが来ない限り無理。先発なんで調子で上がりは取っておきましょう。精密機械もちょっと先に取っておこう。コントロールが厳しいね。スタミナはまだちょっと直上げがある可能性があるから置いとく。やっぱりイベント完走が厳しいね。どんだけ残った、最後の前指来なかったし。スタミナ上げとこう。オクタビアお願いします。7、悪くない。
オクタビア最後来た。このまま制圧する。あ、オクトスモークいいかもね。ちょっとやってみようか。結局ジャイロフォーク取れなかったってことは下の変化球開けてあるんで、オクトスモークに挑戦しよう。いけ、オクトスモーク最後の最後に取った。変化球ポイントはそこそこ残してあるから上げられるはず。2上げられる。よし、4までは持っていけないかな。で、ちょっと待ってね、コントロールだよね。だからいや、これコントロール無理だな。いや、コントロールは無理くさい。虹谷お前だよ。だから頼むよ、ここ作れよ。もう、いいでしょう。ようやく来た。で、全員操作。どんくらいになってる ?3 で、さっき A まで持ってったら20だったよね。あー、なるほどね。5にしたいよな、そうすると。トシ君の第1打席しか回ってこなかったんだけど。まあ、なんとか勝ったからいいけどさ。変化球、スタミナ時間上げするか、コントロールやるか。スタミナでもね、普通にすると1とかなるからね。1って言っても結構でかいからね、今は。どうしようかな、ちょっとここ微妙だから、一回メンタルに逃げて最後の練習にかけよう。もちろんガンガン打っていく。え、なんか抑えなきゃいけない金徳ないっていうか少なくね。ちょっと待って、確認しよう。乾燥してないやつを確認しよう。まず乾燥してません。やりました。あれ、ドクター K は取ったよね。でオクトスモーク、あ、攻めつき機械大丈夫か。ロゴロー君だけか。そもそもシナリオ金徳取ってないからねっていうところか。なるほど。なんかさ、すっかり忘れてたけどさ、これ甲子園に来てブレイクスルー使わなきゃいけなかったんだよね。そうすると金徳1個か。マジで忘れてた。スタミナ最後上げよう。コントロール結構でかい。いや、これはスタミナに走ろう。オクタビアのコツもあるし。91だから最後にこれやって上げて持ってく。変化球ポイントはちょっと余るかな。そうするともうオクトスモーク上げらんないよね多分。最後サクッとやる。最後だし。いやー、もう全然忘れてたわやり方で。コントロールどこまで上げられるか。うわ、98か。全てを失う。その代わり角ちゃんの最後のなんだっけ、あれをやれば大丈夫だけど、試合経験点とエピローグポイントでギリギリ持っていけると思うんだけど、筋力が爆余りするんで、今回は別の方向に振りますか。やっぱりね、予習しないと無理だ。分かんない。久々にやる高校はもう絶対予習した方がいい。どんなんだったっけってせめて思い出すことをやんないと全くダメだ。ちょっと強化円卓に関してはね、説明しながらまたやっていきたいんで、そこはさすがに予習しよう。あの天才会でやりますけど、初心者の館の方でできるね。よくよく考えれば初心者の館の方で予習して、で本ちゃんをこっちでやろう。よし、それでいきます。重い球でちょっとさばきます。これで残しておく。残しておいてコントロールは考える。オクトスモークをね、もう1くらい上げたいんだけどね、どうせだったら。いきなりだよ。ビクターとか超やだ。やるな。さすがビクター。甘いところに投げると思う。ビクターこいつはブンブン引きやがって、一回外そう。オクトスモーク。オクトスモーク持って帰ったんだけど。なんなの。追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁。ナヌークもここにいたんだ。打った。普段なんか振り方がいかれてるよ。投げました。
打ちました。薬師寺さん危ねえ。薬師寺じゃなかったら取れない可能性があったよね。一応来たけどさ、ダメ押しのピンチを迎えました。9回までなんとか持ったけどさ、スタミナエース1あるから。カイドウ打った、センターへの浅い、センター掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。オクトスモーク、さすがだ。こいつもパワーエースなんだか。ちょっと一回外そうさ、目の前で通過させよう。危ない球、そこからのオクトスモーク投げました。 OK、ランナー1人置いて迎えるバッターはアロー。大体こいつもさ、パワー A とかいかれてるよね。ここヒッターも持ってんのかよ。アウトコース高めいっぱい、ストライク投げました。ストライク追い込んでいます。オクトスモーク膝元、空振り三振、水越、頼む。ダメだ、完封された。完封リレーされたな。初回の3点が痛すぎる。まあでも経験点はバッチリだな。なんか知んねえけど、これはかなりでかい。スタミナ持っていけるか。じゃあ手応え、あ結構くれる経験点。ノゴロを入れてるとここ経験点くれるとかなんないかね。またギリギリこう1万届かないっていう。なんか最近はもうちょっと1万いってほしい。オクトスモーク上げられる、これ上げたい。オクトスモークやった。でこれ絶対筋力爆余りするよ。コントロールを一旦上限アップさせよう。102に持ってく。技術がなくなった。いやこれ爆余りするな。タイピン入れとこだ。なくなった、ほんとなくなった。根性しか取れない。あ全開もいけんな。全開で筋力さばいとくか。全開オクトスモークをやろう。他もマジでねえわ。ちょ700も余ったのか。実質9000点だからね。そうすると変化球も100ポイント、精神も90余ってるってことは何も取れないよね。一発逆転取れる、ちょっとやろう。でホームを突入してもらおう、こいつには。あ怪我しに来た、取っとこう。なんか取れるから。うん、まあその一応 SS は届いたか。というわけで、なんかちょっとね、その特能の見た目があんまり良くないですけれども、まあ、やっぱりどうしてもね、招き猫がないとイベント完走っていう面で辛いよね。まあ、今回あとね、左投手で来てるんで、まあ、初期能力が若干低いっていうのはありますけれども、まあそれでも、まあ、天才使って SS に乗るくらいだからね。まあ、なかなか昔のもう時代というか、まあ初期の方に出てきた高校は辛いところがあると思いますけれども、まあ、ただ能力的にはね、パワチャレで使っていきたいような選手になってますので、まあ、こいつもまあ SS だったら入れるでしょっていうのは多分あるんで、まあ、一応使っていければと思います。というところで、今回は、街道編でした。まあ、野五郎くんのジャイロフォークを覚えたかったですけれども、まあ、オクトスモークをね覚えられたんで、それはそれで良しとしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。